気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし、通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。長い時間をかけて。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。うっ、どうしたの。ちょっと大丈夫、ラブラモン。痛むのか。しっかりしろ、ラブラモン。大丈夫か。私、救急箱を探してくるわ。保健室にならそういうのあると思うから。まずは1階から探そう。
2階から声がしたけど、どこなんだ？たくま！たくま、こっち！ああ、間違いない。教室の中だ。行くぞ！起きてんの？りょうくんの前に大きなイモムシ？なんだあいつは。アグモン知ってるか？知らない。でも怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？ねえ君、大丈夫？恐竜の化け物だ。化け物じゃないよ、アグモンだよ。化け物なんて失礼しちゃうわ。まったくだ。しゃべった。リョウ、とにかくアグモンも敵じゃないから、さあ落ち着いて。なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子、タクマたちの仲間なのか？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌な奴のままで安心しましたよ、リョウ先輩。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ、ここの化け物は。幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物もこの先に。この先ってどこら辺です？今の音は。もしかしてこれってラップ音とか？あっちか？それとも。
ふざけんなよてめえ。そんなことがあるわけ。寮のやつ、ずいぶん怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあ、タクマ、あっちの方、写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが映ったし。ちょっと、ミノル君、こんな時にふざけている場合じゃないでしょ。待って、葵さん、何もわからない状況だから、試してみ。もう、タクマ君まで。わかったわ。こんな時にカメラかよ。のんきなもんだな。何か映るかな。なんだよ、見せろよタクマ。あれいつの間にこんなのが。うわ、なんだこれ。白いベトベトの糸でいっぱいだ。注意した方がいい。まだ何か気配を感じるぞ。何かって、タクマ、なんかやばいぜ、逃げよう。おい、リョウ、急に叫ぶのやめろって。マジでビビるだろ。え、ちょっと、葵、ねえ、葵どこ？返事をして。どうしたんだ、ラブラモン。本当だ、葵さん、今の今までそこにいたのに。しまった、いつの間に。化け物。え、化け物？ああ、そうだ、得体の知れない化け物がさらっていったんだ。すげえ早くて一瞬のことだったけど、確かに葵をさらって消えてった。俺は見たんだ、見てたんだよ。なあアグモン、葵さんをさらったのもお前たちと同じような生き物なのか。ああ、早くて何かまではわからなかったけど。嘘だろ、全然気づかなかったぞ。そんな速さで襲われたらどうすりゃいいんだよ。骨門の時と同じだ。見た目だけじゃなく常識外れの力があることも考えるべきだった。このカメラに映ってるのって蜘蛛の巣だよな。食われちまうのか俺ら。嫌だ、そんなのあってたまるか。ママ、ママ。一瞬嫌な気配がしたんだが、あまりの素早さで気づいた時には葵はさらわれていた。すまない。もっと周りを気にすればよかったのかな。ごめんね、タクマ。やっと出会えたのに、怪我も治してもらったのに。葵、葵。すまない、ラブラモン。
なあ、タクマ、これが…どうするもこうするもねえだろ。何言ってんだ、葵さん置いていく気か。今から追いかけても間に合わねえよ。まだそうだと決まっていないと思うけど。とにかく手分けして葵を探しましょう。確かに葵さんが心配だ。そうだね。おう、一承知。嘘だろ。ありがとう。それじゃあ私先に行くわ。ダクマ。ああ行こう。
手になろう。よし、俺が行こう。俺が行こう。僕の番だね。